皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。本日やってきましたのは人気のティーズガーデンシリーズよりティーズガーデン多摩センターですね。はい、こちらワンルームからですね 2LDK タイプなど複数の間取りありますので撮影をしていきたいというふうに思います。はい、こちらに郵便受けと、そしてこちらには宅配ボックスもございますね。はい、このような建物になっています。オートロックですね。まずはオートロックを解錠いたします。はい、階段ですね。エレベーターございます。それではエレベーターに乗ってお部屋へと向かいます。はい、それではモデルルームの撮影をしていきたいと思います。はい、ワンルームタイプですね。はい、このようになっています。はい、ベッドはシングルのサイズですね。でテレビボードを置いて、ここでテレビを見ながら、キッチンこちらにございますね。はい、IH 一口のコンロ、調理スペースもしっかりとございますね。はい、お分かりいただけますでしょうか。で上と下に収納があります。さらにこのタイプのキッチンには珍しい形をしていますね。はい、十分物が入りますね。はい、お湯張り機能がございます。はい、色がついていておしゃれですね。こちらにテーブルも置けそうですね。どうしたテーブル。バルコニーです。はい、おしゃれな作りですね。こうやってかけられます。はい、こちらに洗濯機置き場、こちらに収納ですね。クローゼットがございます。奥行きもありますね。はい、お風呂見ていきましょう。はい、このようになっています。はい、洗浄便座ですね。温水洗浄便座です。はい、靴もたくさん入ります。もう一部屋同タイプのですねモデルルームもありますので、そちら行ってきます。はい、続いて3階に到着しました。もう一部屋のモデルルームへと向かいます。建物の中はこのようになっています。内廊下ですね。はい、では見ていきます。同じタイプの間取りですね。色はこちらの方が
ちょっと淡い感じの印象ですね。はい、キッチンは同様。あ、はい。このぐらいのサイズのテーブルが置けそうですね。はい、良さそうです。はい、全体このような感じですね。他の間取りもさらっと写していきます。はい、続いて 2LDK タイプですね。こちらがリビング、ダイニング、キッチン。3口ガスコンロ、グリル付きのシステムキッチン。横に冷蔵庫置き場がございますね。はい、それぞれベッドルームはこのようになっています。あ、明るいお部屋ですね。はい、収納充実。もう一部屋見ていきます。あ、使い勝手が良さそうですね。はい、はい、洗濯機置き場、独立洗面台、そしてお風呂ですね。はい、使い勝手の良い 2LDK タイプ。はい、続いて 1LDK タイプをラストご紹介していきます。はい、続いて最後 1LDK タイプを見ていきましょう。はい、こちらがリビング・ダイニング・キッチン。広々としています。はい、多摩センターからも歩いて近く、いい立地ですね。単身向けは学生さん人気出そうですよね。居室部分こちらです。はい、クローゼット、奥行きもございます。はい、参考までに私のリュックサックをサイズが分かるように入れております。はい、そして 1LDK は2人暮らし、 2LDK ファミリーと、本当にいろんな方が経営検討できそうなんですね、物件ですね。はい、こちらが冷蔵庫置き場です。そしてこちらがですね、トイレ。こちらがお風呂です。はい、ティーズガーデン多摩センター、多摩センターエリアにですね、物件出ましたので撮影しに参りました。はい、さまざまな間取りご紹介できましたね。今回のルームツアー動画は以上です。さあ行くぞ。皆さん、ルームツアー映像をご覧いただきありがとうございました。とても素敵なお部屋でですね、私も非常に魅力的だなと感じた物件でございましたね。はい、お部屋探しのハートサポートはですね、全国遠方のお客様でもオンラインで対応が可能です。お申し込みは LINE 公式アカウントから、契約お手続きや鍵の受け渡しもですね、郵送で手配可能です。契約書の読み合わせ、IT 充設といって LINE のビデオ通話で行うこともできますので、遠方のお客様もお気軽にメッセージくださいませ。そんなですね、当社へのお問い合わせは LINE 公式アカウントがおすすめでございます。登録者数が 19,800 人を超えまして、皆様にご活用いただいておりますけれども、お気軽に物件名をメッセージでいただければ、詳細資料を LINE にお送りいたします。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。次回のルームツアー映像も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。